香川市販学校は第二次世界大戦中の1943年に香川県に設置された市販学校である。本校は香川県市販学校、香川県女子市販学校などの前身諸校を含めて記述する。前身の香川県市販学校から引き継いだ高松市幸町の校地を使用したが、1945年7月の空襲で校舎を消失した。 同年8月、綾や田郡山内村国民学校に移転した後、翌1946年には、坂出市の野田みのリキング工場、さらに丸亀市の不評連帯跡に移転した。1948年に、高松の旧高地に復帰した。更新の新生香川大学学芸学部は、旧男子部高地を本校として発足した。 1966年に教育学部に改称した後も引き続き同校地を使用している。前身の香川県女子師範学校から引き継いだ坂出市の校地を使用した。同校地は新生香川大学学芸学部に引き継がれて坂出文校となり2年生課程が置かれた。坂出文校は1954年3月で廃止となり現在は 香川県立堺で高等学校のーチとなっている。旧女子部の付属小学校、付属中学校の更新校は、現在も堺で市に存在する。マツクスの機械法平成元年、第26号香川県人情市藩学校発足の、頃、香川大学教育学部100年の歩み354ページによる。 市範学校規定改正による2年成果は1931年1月10日。参照、文部科学省、学生100年 CAB この時、香川青年市範学校も学芸学部の母体として、香川大学に包括され、青年市範学校の校舎には、学芸学部全通時教室が設置された。なお、全通時教室は1952年3月に廃止された。 香川大学教育学部100年の歩みによる、山地はじめゆうが正しい表記か。参照、山地和義、香川県立図書館、地域の本棚末尾の人命の問題。1916年3月1日に改正。漢方第1083号、大正5年3月14日。漢方第4865号、昭和18年4月2日。 国際競技代表選手、香川出身イコール、大浦止めし君法かぶりで宇宙をしつくし泥棒と、間違えられた話読売新聞1920年4月29日付長官、5ページ、萩原大輔、目指せオリンピック探求香川読売新聞2012年6月7日付長官、香川版29ページ。ありがとうございます。